こんにちは。こんにちは。今日ですね、ここにちょっと渡辺さんを今呼び出して撮っている理由は、はい、というとですね、なんとサバキタチャンネル新しい企画が始まります。その企画の第1回の出演者として、はい、渡辺さん初回に一番再生回数を稼いだのが渡辺さんなんです。あのラーメンチーム、そうですね、ダントツに再生回数を稼いでいるということで、ちょっとこのリニューアルの企画の際には数字を持っている渡辺さんにと、もう一人実はいらっしゃるんですけれども、その方にちょっと協力してもらおうかなと思って始まります。はい、で、まあ、視聴者の方が熱くなれる、はい、クイズに正解すると毎回ポイントが、はい、そしてそのポイントがたまるとプレゼントを用意しています。みんなもポイントを貯めて、ここでしかもらえないプレゼントをゲットしましょう。ありがとうございます。毎回クイズを出しますので、これね、答えるとポイントが貯まっていく。今のところ考えているのは、ポイントを貯めた方、そしてランキング上位者の方には豪華どんなプレゼント。いや、これはもうそうですよ、もうここでしかもらえます。お月見というテーマを決めて絵を描いてもらいました。それが誰が描いた絵なのか、じゃあそのちょっと絵を描いてもらったので紙をめくってください。え、かわいい。うさぎはかわいい。そうなんですよ。すごいなんか迷いがない感じですね。なるほど。なんかこう曲線とかもサッとかけてる感じが、これ思い切りのいいタレントってことですかね。そうですね。あと、まあ、これ絵めちゃくちゃ上手い人ですよね、このうさぎの描き方は。なるほど、確かに。このうさぎは絵描いてる人にしか描けないうさぎですよ。なるほど。なんかお月様とか ここら辺はまあ、ね、こう誰でもまあ真似すれば描けるような感じはしますけど、はい、うさぎをこんな可愛く描ける人はいない。いないですよ。なるほど、うん、この絵を誰が描いたのか。誰が描いたんだろう。だってこのうさぎをグローバーさんが描いたらびっくりですもんね。いやでも絵は上手いですからね。そっか。こんな可愛い絵は、でもお子さんいらっしゃる先輩の方々だったらこういうのが描けるんじゃないかなと思う。いやでもどうですかね、それはまあ、いろいろな予想があるとは思うんですけれども、まあ、我々もね、そんな簡単なクイズをね用意しているか、俺は分かんないですよ。かもしれないですからね。渡辺さん、その答えというのを、はい、決めました。この絵を描いたのは誰ですか。はい、ではクイズの答えはハーモニープロモーションチャンネル@gmail.com に送ってください。はい、そしてそのメールにニックネーム、答え、そしてもしもポイントがたまったら欲しいものを書いて送ってください。ありがとうございます。これですね、我々も今回始める上で皆さんがどういうものか欲しいのをちょっとリサーチさせていただきたいの で、ね、でリクエストしていただいて、ありがとうございます。先に言っておきます、必ずしもそのものがもらえるわけではないので、希望は全然どんどん言ってください、いろんな希望。ただ僕らもそうです、参考にしていろいろ考えさせていただくので、そこだけはちょっとご了承いただければなと思います。じゃんじゃん言ってください。ありがとうございます。ぜひ皆さんお待ちしております。お待ちしてます。
ハーモニーチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは、サメ島です。サメ島です。第89回サメキタチャンネル始まりました。はい、ありがとうございます。このチャンネルはハーモニープロモーションのタレントの告知情報と我々マネージャーサメ島と北島の個人的意見感想をお届けいたします。はい、北島さん、はい、どうしました。はい、北島さん、はい、3連休明け。3連休明けですね。はい、今週、まあ来週も3連休ってことなんですが、なんか喉がなんかやられて。あら、そうですか。なんか毎週毎週ね、遊び歩いてね、なんか喉やられてるみたいですけど。そうですかね。大丈夫ですか。先週とか普通に放送してたような。あと先々週がまた喉やってたんでしたっけ。まあ季節の変わり目ですからね。先々週は何の変わり目よ。先々週も季節の変わり目。9月ですから。季節の変わり目ですからね。はい、なるほどね。はい、ザメシマさんは、いや僕はじゃあ休日に僕は休日に野球を見に行くことが多いんですけど、あなたは休日何してるんですか。セコンを応援してる。もういないんですよ。なんか2012年で5試合ぐらいで彼は日本からいなくなってるんですよ。朝日奈也です。はい、28日、はい、小学館オッチ、はい、11月号に載っております。はい、これが表紙です。表紙です。表紙です。表紙に載ってます。載ってます。わお、4人いますけど。4人います。表紙です。朝日奈表紙ですよ。すごい、ついにね、表紙ですよ。俺ね、皆さんでも見つけたらパッと手に取ってね、パッと買って村上見てね、僕もね、うん、パッと手に取ってね、買おうかなと。何見る、うん、参考にしますよ、ファッションの。自分の参考ですよ。でも自分の、いやそりゃやっぱ女性受けは僕も欲しいんで、うん、こんな熱く喋ってますけれども、うん、女性の気持ちって分かりたいじゃないですか。じゃ、うん、ファッションのことももちろん言ってますよ、おっちゃん。でもそのファッションから、あのファッション話題作りのためというかね、ファッションから、あ、こういうファッション流行ってる、ね、いや流行ってるよ、来るやつだよね。朝日奈也よ、あれで。じゃあ今週以上です。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあねー。